あらー、よいしょよいしょ。お、来た、おじさんやな。よっしゃい、サバー、5種目目。よいしょ、お、いいサイズ、案外いいサイズだった。師匠落としじゃなくて、こけら落としじゃなくて、マルチスタンド130、ね、おかげさまでこの130ね、すごい売れてるんですよ。で、同じぐらい問い合わせ来てんのが160にしてくれやろ。アフターパーツとしてチビラクロングを作るよっていうのを言ってたやつを皆さんが商品化して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 っていう声が多かったんで、はい、ということで、160、これが発売決定になったということです。大きいよな、はい、160で、まあ、ネタバレするとチビラクロングなんで下は一緒なんですけど、ちょっと差別化図るだけのためにゴムがカラーチェンジ、カラーチェンジ、ここのゴムがちょっとグレーに変わってるんで、チビラクは赤なんですけど、まあ、赤うっとうしいって方はちょっとこのグレーも案外いいんじゃないかなという。で、ここのセットネージも黒やから、そうですね、これもまた違う色の統一性出て、そうそうそう、まあ、こういう感じでまた出ます。これはこれは分かるよ、はい、これは分かるよ、まあね、いつかは出るやろうなと思っとったけど、はい、念願のこっちよ。もうこれは本当お待たせしすぎたのかもしれませんということで、見た目は一緒やけど何が違うと、ここ、まあこれね、実は製品で売り出すのこのここの2つのパーツだけなんですよ。これ最高やで、ほんま。ここだけ、こことここのアダプターという、まあ、オプションパーツですね、パーツをちょっと売り出そうかなということで、でこれちょっとまだプロトなんで、まあ、ちょっとあと今月で揃うかな。うん、で発売が多分どっちも9月ぐらいになると思うんで、まあ、まだまだちょっと削ったやつなんで、まあ、お披露目会しょうもないお披露目会。一応130とか、まあ、チビラークとかなんで、じゃあこれなんやって思うやん。あ、そうやね、そんなんも説明せんと、これなんやと思うやん、はいはい、ミニラークってうちあるやん。ミニラークありますよ。ミニラークってパイプに取り付けれるラーク、はいはいはい、でなんでミニだけなってずっと思ってて、うん、はいはい、チビラーク、関西でチビラークロングが一番使うんじゃん。そうですね、ペタローとかもあんなパイプに付けれたらめっちゃ便利じゃんって言ったんができた、うん、パイプに取り付けアダプターで、まあ、なんでこれが出たかっていうのはそれもあるし、ほんでマルチスタンド作った時にこのレールが入ってると、これルアー線ってレール入ってんねん、何もこう取り付けができへん、そう、意味なくなるんで、そのレールにつけてまおうやないかということです。待ちに待ってたでこれで、めっちゃ待った。こっちの言い訳もしとかんとダメなんですけど、まあ、最初からこっちにしとけよって声あると思うんですけど、はいはい、ちょっとやっぱ値段が、はい、高い、こっちめちゃくちゃ安いんですよね。でこっちは、まあ、見ての通りこの剛性感、そうそう、で、まあ、こっち側で言うたらここもねスパイクじゃなかったりとかで、まあ、ちょっとねお高いんですよ。で、まあ、製品としてどうかなと思ってたけど、お客様からの作ってくれ作ってくれ要望で、まあ、ちょっと出て、まあ、定価もまだ決まってないんですけど、ちょっとマルチスタンド130よりはちょっと高い、うんうん、になると、まあ、でもこっちの方が対応はしやすいかな、両方9月頭に発売できたらなって感じ。そうですね、で、まあ、この2つね今日ちょっと使ってやっていきたいと思うんで、その時にまたこいつのちょっとギミック、まだねがっちり決まってないんであれですけど、紹介しつつやっていこうかなと思います。よろしくお願い申し上げます。じゃあちょっとつけましょうか。でこれのただ一つ注意点があって、レールがパイプ丸のパイプやからめちゃくちゃ締め込まなあかんっていう考えになっちゃうんですけど、これ締め込みすぎるとこの万力が割れちゃうんで、ここがなるべく固定できるギリギリの硬さ、これあんまり締め込んでないですけど、こんだけずれないんで、これまだまだ締め込めるんですよ全然。でもこれを締め込みすぎるとここに亀裂が入ったり、強度的な問題、クランプここが曲がったりするんで、なるべくそこだけ力加減を慣れるまではちょっと大変かもしれないんですけど、手で触ってみてずれなければ固定できてるんで大丈夫やと思います。これめっちゃ便利でしょ。こっちが160で、これが結構利点で、気使ってこう底上げできると、なんで、まあ、ちょっとこういう足元低めのお船さんとかでも高さ上げると
楽に快適に過ごせるということですね。まあ、基本性能はね全部一緒なんで、もうそんな感じです。気がついてて160まで行けて、で裏がスパイクじゃないんで船を傷めることもないという感じですね。じゃあちょっと使ってやっていきましょう。何喋ろうじゃん。今日は真面目にやろうと思ってるよ。真面目。逆にあの最近気ついてさ、四季の釣り釣れんのになんで YouTube 釣れへんだろうと思ってさ。緩すぎる気持ちの問題やった仕事のスイッチ入ってるか入ってへんかと。じゃあ今日は四季の釣り寄りってこと。そう、もう黙々と釣りする。風吹くとクールは涼しいですね。うん、やっぱ涼しい。汗かくから余計冷たなるやん。ええー、なやっぱサングラスいったな。いりました。こんな照ると思わへんしな。そろそろ来ていいよ。それいつも俺が言うやつや、ね。入ったよ。これ入ったよ。入ったよ。それええやん。めっちゃでかそうやで。ちょっとマシやな。それ良さそうよ。向こうかめっちゃ雨降ってそうやな。ほんでどこ？背景めっちゃ悪いっすわ。ほんまやな。あーおじさんのパターンか。おじさん。おじさんか。でかっ。まあまあ抜いてまうわ。オッケー。よいしょ。はい。ドタマ。おじさん。おじさん。おじさん。でかっ。でかおじ。はいよ。おじさんま。おじさんか。久々見たな。おじさん久々やな。上がってきた時錦鯉みたいな見た目やな。ほんまにめっちゃ綺麗かった。おじさんキラーって呼んで。おじさんキラー。やっぱりあの黙ってやったら釣るな。仕事やな。やっぱり仕事やと思ったら釣るわ。こういう時がグリップなの便利やで。ナノの方ね。ナノ。口もちほらこうやって見て。あ、タイミングで。待ってるよ。やっぱスピニングはパワーがないな。あ、あ諦めやがった。やっぱりおじさんやろ。イエー、おじさんパーティー。おじさんの仲間入り。よいしょ。色やな、綺麗や。いいんちゃん、おじさんパーティー。ええんか。おいしいやつやん。あ、お前おいしいけどね。おいしいやつやん。ほい。やったー。ほな続けてやっていきましょう。やろうか。はい。根魚でベイト追っかけてるときは下から 10m ぐらいまで追っかけてくるし、うん、その低活性で甲殻類しか食わへんってときは下から 3m とか 5m とかしか来えへんし。あ、結構時期的なあれもあるかな。でも今水温まあだいぶ上がってベイトもチロチロ入ってるし、追っかけてくると思って 10m ぐらいまでやってんねんけど、アクションがもしかしたらついてへんのかもしれんで、その60にしたら。こいつ一応マックス100なんですけどね。そのアクションの仕方ちゃう。そのリーディングでアクションつけるやん、うん、竿が全部吸収するんじゃん。60は。お、来た。おじさんやな。おじか。ね、入った。いや入ってない。めっちゃ潜るよ。でも絡んでたら申し訳ない。いける。おじさんや。またおじ。はい、よっしゃい。おじ。ほんでまたでかない。ちょっとええサイズやな。そういうわ。おりゃ。おいしいやつ。おじしか釣れへん。これでおじ3。おじさん。ちょっとやばい。おじさん。おじさん。おじいやな。うわ。おじいやな。そのこれは怪しいよ。これ口開けて諦めてない感じやろ。これどっちや。うわ、それは何。分かれへん。よいしょ。おじか。上がっておいで。僕はスモール赤。これはうん違うかった。赤やった。いいね。浅いな。浅い。よいしょ。あ、吐いたわ。キビナゴ。お前や。うわ、めっちゃ吐いてるやん。めっちゃ食うてるやん。ベイトはキビナゴ。腹パンパン。腹パンパン。ほれ。はい。チビアカ。めっちゃ腹パンパンやな。お前やね。めっちゃ食うてるわ。食うてる。口ん中ベイトだらけ。キビナゴ。もうあと一回り二回り大きいの欲しいな。そうですね。もうちょい釣れると思うんですよ、ね、な。コマリリースしてあげるわ。はい。ありがとう。バイバイ。あ、いたいた。めっちゃ元気やな。
僕らはね、そのコソジグ信者ですから、ほんまにガンクラフト以外使わんからですけど、やっぱね、どこのメーカーさんも出してるから、そのメーカーに合ったやつ、好きなジグ工程、和歌山はミドキン、ミドキン強い、ほんまにミドキン強い、見え方の問題なんやろうね、全然ほんまに反応違うんで、だってキビナゴ食うてんのに、キビナゴカラーよりミドキンで釣れるからどうですか、ルアーカラーは結構あるで、ありますやろ、ある、俺あんまり信じてなかったんですけどね、あれな、人間釣る色ってみんな言うてるけど、うちルアー作ってへんからなんぼでも言える正直言うけど、ルアーの色は大事やで、だから自分がイワシカラーやと思って見てる色を魚からしたらスイカに見えるかもしらんで空食うてけへんだからほんまに分からんからだけは、論文何個も読んだけど理解できひん、でも光による魚とかはいてんで、はいはいはい、正の行動性、負の行動性、光見えたら嫌って逃げていく魚とか、あーすごいな、めっちゃ調べてるっすやん、めっちゃ勉強しとったよ、けど何の役にも立ってない、ルアー作ってへんからまあいつかね出せたらいいですけどね、ほんまな、成功としても出したいけど、どうやろうな、しゃええー、な、おじさんや、いやちゃうちゃうちゃう、それおじさんや、ちゃうちゃう、おじさんちゃう、その顔の絞りはおじさんやで、おじさんちゃう、あ、かかったよ、めっちゃいいとこかかってる、ええー、なやっぱそこか、今のそこやね、おめでとうあれ伊丹さんみたいな人おる、おめでとうおめでとうございます、はい、さすがホリピー、よく釣るね、なんかのコメントにも書いてくれとったんですけど、この乗り合いで乗って横すくうときにこれ置く場所ないと、ほんでみんな大概バー上げてから置いてすくってくれるみたいな、これやったらこんな感じで、そうやな、放置できるんで中層で、だからこれ案外ジギングも、いやジギングで中層で放置したら絡まんねん、いやでもね、それその人はそれがええ言うてました、でも中乗りさんとかちょっと手離して誰かの見に行くとかやったらな、そう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 、だから結構ね、僕らもイカメタルおすすめですとか言ってたけど、やっぱいろんな用途は人それぞれ使い方見つけてくれるもんやな、タコ使えると思うねんけどな、このパイプ用のやつ、あパイプね、タコ入ってますもんね、だからパイプはほんまに餌もいける、ルアーもいける、無限大やん、サバやな、ええサイズや、抜くわ、抜ける、よっサバー、ええサイズやな、それめっちゃでかい、美味しそう、エラ持ってもた、エラ持ってもた、いやでかい、でもゴマサバやな、ゴマサバ、あーチートブチートブチートブ、チートバないで、ああ誰や日頃の行い悪いやつは俺や、俺やこんな降るかほんまにゲリラ豪雨、なんやこれ、これなんかついてるんか、疲れてんな、細ちょっと細いな、細っ、いつものいつものやけど、これ細いで、いつもより、なんかあの視聴者さんに一個聞きたいんが、釣り以外になんかええ趣味ないですか、ええ趣味、もう最近釣り以外の趣味を探してるんですけど見つかんないですよ、なんかええ趣味教えてほしいですね、お金かからん趣味、お金かからん趣味、なんかこれおすすめって言ってくれたら僕家まで見に行くんでそれ困るなあかんの、フィッシングショーやるで、あフィッシングショーやりますね、やるな、まあ、またちょっと、あらーよいしょ、おしょ当たってたで、当たってたで今、フィッシングショーは後や、あ気持ちええわ、今曲がりすごかったな、気持ちええわ、よう釣るな今日、ええな、やっぱ仕事やと思って釣りした釣るで、上がってきたよ、でかい、こいつはベイトを食うてそうやな、抜く、よいしょはい
これも煮付けサイズお持ち帰りします。いい魚ゲットです。で今年フィッシングショー始まるな、また今それ終わってからでええのに違う違う、もう絶対に切られへんように使ったろうと思って。いや本当ね、フィッシングショー始まるんですよ。始まるな。何年ぶり ?3 年ぶり ?3 年ぶりですね。だから2020が最後かな。 20? あ、そうか、3年ぶりか、ちょうど。だから23年なんかな、23年度の計算か。ホーミングプライヤー SR、 今更やけどね、洗わんとこうなるんですよ。ほんで汚いでしょ。これやとね、ちょっと硬くなっちゃうんで、まあ必ず終わってからは洗っていただきたいというとこですね。で、こいつね、めちゃくちゃ良くて、ほんまに。例えば今、ここでこうやって書いてましたけど、乗り合いとかやったら、まあ今カメラがそこにあって、大に森本さんいてますけど、乗り合いやとこの船、後ろのタックルボックスからこう、プライヤーを持ってこないといけないんですよね。これ結構めんどくさくて、こいつやったらもうここに繋がってるんで、シュッと出して、危ないシュッと出してパパッと変えてもらうと。でジグだけどっか多分この辺に置いてるやつをパッと取ってまたつけてもらうと。でこれホーミング、まさにホーミングでこう戻ってきよるんで、まあなくすこともほぼないと。で裏はこの付属のカラビナになんかこの生地みたいなのがついてるんで、これをつけてその生地を挟んでやったらこういう風につけれるんでね。でどこにでもつけれるんで、ほんま便利で。気をつけてほしいんが、この糸、この糸、これようみんな切るんですよ。まあ、もちろんねパーツとしても売ってますけど、気をつけてください。 SR 彼これ20回ぐらい切ってもた爪があって、爪をここに入れる。でジグをこっちから持ってきて、グッと挟んでもらって、でこの輪っかスプリットリングを持って、よいしょよいしょ、ほいってやっと取れるという形。着底したら巻いて、で結構根掛かりするんで、でこういう感じ釣れちゃうね。いいね。さすが5種目目ガッシー、おめでとう。リリースやね、リリースです。これもリリースに使えるんでね、 SR で、この針が刺さってる方向を確認して振ってあげれば取れます。この根元持って、コン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 、さようなら、ありがとうございますという感じです。SR おすすめです。魚やった、引っかかってたと思ってたあ、まあまあええサイズや。あ、持ち帰れるな、さすがに。持ち帰ろう。ちょっと待ってよ、抜くよ、せーの、よいしょ。お、いいサイズ、案外ええサイズやった。こんな感じです。これちょっとお持ち帰りできるサイズ、煮付けやね、美味しそう。こそじぐこそじぐ、ガンクラストさん待ってるんでお願いしますあかみどー、かわいい、いいサイズ、深山サイズ。これが乗ったよ。あれ、ちょっと待ってね、同じぐらいのサイズやな。和歌山やっぱこうやね、スルメダブル、おめでとう。ダブルパワーを使って5キロ近いテンションをかけたら全く曲げない。マジ無理やね。結局3キロぐらいまで弱めて巻いてますけど、スプールにはカチカチに収まってます。これやったやろ、巻いたやろ、しんどいですよね。釣れた。お、あ、脱げた。白やと思った。白、めっちゃ可愛いサイズだよね気持ちいい、強い、気持ちいい、白パターン。これなんや、スルメや、スルメ界がある。あ、じゃあちゃうやん。じゃあでもそうなったら白に食うてるやん、わけ分かれへん。やば、爆鳥やん
はいよ。赤いかー。